覚悟はしていたが、もし彼がここに来ないのなら矢は破壊しなければならない。希望はこの矢と出会う彼らなのだ。あの時を支配できるキングクリムゾンを超えることのできるのはこの矢の真のパワーを知る者だけだ。それができるのはこの自分ではない、彼らだ。12年前エジプトでの闘争の後手に入れたこの矢のもたらす恐怖は、彼らが来なくては終わることはない。この略歴、皮肉なものだ。社会から爪弾きにされたがゆえにギャングになった彼らが、この世界が邪悪に向かうのを止めようとしているのだからな。しかし結局のところ、このブチャラティはここまで登ってくることができるのか。勝者とならなくては何の意味も持たない。さもなくばこの矢は秘密と共に破壊されねばならない。俺にできることは、彼らが来るまで、それまで待つだけだ。全てはその後だ。今までもずっと俺は待っていたのだからな。ただひたすらこの矢の真のパワーを守ってな。